さあ、チャレンジ成功。ありがとうございます。なんだろう、普通に面白かったね。の前にこちらに参りましょう。何でしょうか。スペシャルクイズ。100ポイントを達成しましたので、スペシャルクイズにチャレンジすることができます。成功すれば素敵な景品ゲット、失敗すればゲームオーバー。マジか。チャレンジしないのであれば、このまま彩りの湯へご招待いたします。まあいけるんだね。やりましょう。いいでしょう。これも男や。一応男なんで頑張ります。これからマリオさんが聞いたことのある曲が流れ、モニターに歌詞が表示されます。おお。歌詞の一部がハテナマークとなってるので、その内容を4つの選択肢から選んでください。選択する方法ですが、なんだ、大砲につながったボタンをオリビアさんに押していただきます。そういう感じか。大船乗ったつもりで、大砲乗ったつもりで頑張ります。え、何の曲来るんだろう。でも3曲ほどですよね、言うて。おちゃんと SE 入ってる。ファイヤーだよね、確かあの部分って。ハートにファイヤーだった気がするんだけど。D ね、 D に行けばいいんだね。じゃあだいじょうぶだよね、これで。よし、行きましょう。おお、よかったよかった。結構ね、折り紙キング一発ゲームオーバー多いっすからね。よかったよかった。それでは素敵な景品をお受け取りください。なんだろうね。おお、スペシャルクイズの大砲フィギュアか。全然やってよかったですね。ありがとうございます。あ、やっぱ下なんだね。なんかあのカラフルな、あれ温泉だったんかな。じゃあやっぱり、やっぱそうですよね。これが秘密の温泉か。いろんな色がいろいろだな。そうですね、いろいろですね。このギラギラとした輝き、これは確かに色落ちに効果がありそうですぞ。カラフルになってる。さあ張り切ってどうぞ。おー、戻りましたね。よかったよかった。
オリビアそっち見てたんか。なんならもう今すぐこっから飛んでいけちゃうぞ。ちょっとここ見たいかな。もう効能色あせ色落ち。逆に入りまくればカラフルになるかな。上がり湯ここもあるんですよね。カフェか。入りましょう。あ、ムーチョさんだ。ブラックでいいか。コーヒーお願いします。俺のコーヒーいまいち。インスタントだし。そんなもんだよ。インスタントなんだ。ありがとうございます。なんだろう、2杯目変わるとかないかな。ちょっと期待してもう一杯いただこうかな。同じかー同じかー。え、じゃあピンク。あ、変わったピンクで。回復したキャサリンさんでしたね。え、マジで悪いね。今日の裏メニューは売り切れだぜ。わ、一回切りみたいな感じかな。あ、でもなんかいいものが見られましたね。戻ってきてよかった。ここと繋がってたんだ。さあ、ではいよいよですかね。戦うのかな。ほら、坊ちゃん、あの雲の上に折り紙兵がいるんです。よし、行くぞ。さあ、乗った乗った。空中戦かな。まさかの4人乗り。そこ普通に乗っちゃうんだ。さあ、では頑張っていきますか。 KK さんだっけ、マリオワールドでいらっしゃいましたよね。確か違ったかな。音楽かっけえな。ちびっこいる、かわいい。やっぱそうだよね、 KK。これなに。あマジか、わんぱく。コーラみたいになってる。
多分攻撃か何かして取り返すんだろうね。で、あと多分電撃のとこは通らない方がいいやつだね。とりあえずこれでいいかな。メモを通って突っ込みましょう。っていうか当たるんだけど。いや大丈夫か。でトゲ頭にあるからキラキラアイアンブーツとかのがいいのかな。ハンマーでいこう。はい。怖っ。どうしようかな。とりあえず攻めていきますか。まずは子供たちだよね。オンパネルを取り返したら魔法陣を使って一気に倒せ。はい、いいねいいね。さてとどうしようかな。まあ確実に子供たちを倒していこうか。ジャンプの方が良そうだね。オッケこれで行ってみようかな。炎に弱い。これはいけるのでは。ちょうどよかったのでは。200ってなかった今。すげえな。じゃあ日神様頼りで良さそう。あんまりなんか難しいこと考えないで。もしかして下に降りてきましたね親分が。変な掛け声、変なポーズ、何かしてくるかも。大技かな。ってなると一回応援使って回復しますか。お、キラキラハンマーありがとうございます。
どうかな、突っ込んでみていいっすかね。はい、当たるね。うわー、いいですね。また来ますか。とりあえずね、あの日神様のパネルをなんとかこっちのものにしたいかなってところなんだけど、いけるかな。はい、どうすっかな。これどうだろう、ちょっと微妙かな。ちょうどいい位置じゃないと届かないっぽいね。そっか、どうしようかな。ハンマー打っとくか。はい、どう行こっかな。まあとりあえず何かしら攻撃当てよっか。ではですね、そろそろ行きましょうよ、伝説のハンマーを。この力を見せる時ですよ。はい、おお強い、なかなか強い。でもう一回応援使います。回復したいです。さあキラキラキノコ、
どうかな。できれば持ってきたいよね。これでいけるか。さあ行きましょう。はい、いいねいいね。どうせならね、このひがみ様ぶつけたいですよね。これでいけるか。当ててやりましょうよ。一回打ったときさ、200とか出なかった？一発じゃないですか？ありがとうございます。まあ、正々堂々と倒すか、もういち早くひがみ様の力をお借りして倒すかみたいな、そんな感じだったのかな、経験戦は。これでいよいよお城かクッパ城か。あそこに宝箱あるぞ、取ろうぜ。え、待って、あれっていける？中から行くのかな？こういうところになんかない。じゃあどこかしら通路あるんかな？とりあえず行ってみましょうか。ちょっとここで待っててもらえますか？よし、行きましょうか。なんかちょっと熱い感じだね。ちょっと熱い感じだね。さあ、クッパ城でーす。マリオくん、折り紙兵どもがいきなり襲ってくるかもしれません。ここから先は気を引き締めて参りますぞ。頑張っていきましょう。え、なんかいきなりいなかった今。うわー、パーティーじゃないですか。もうう羨ましいですわ。あー、みんな頑張ってくれてる。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。
こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。